はい、皆さんこんばんは。今日はですね、ライブじゃなくて、またプレミア配信で、一つカットについて特集を組んでみました。今日はゲオ先生の傑作カットのあのキューブスターですね、立方体が浮かび上がるという、カット、スター6畳のスターにも見えるようなところからかと思えば球状の立方体がですねボコボコ浮かんでくるっていう特殊カットですね。これの特集です。今日はですね、隣に千春じゃなくてスミカがいます。スミカ、じゃあ初だけどご挨拶してください。こんばんは。なんか千春っぽいね。ですね、千春の妹のスミカです。次女ですね。デビュー戦ですけども、今後もちょっとちょこちょこ手伝ってもらおうかなと思ってますが、今日はふと思いつきで無理やり参加させてるんで、ちょっといやいやかもしんないけど、ただこんなすごいギョーちゃんの作品なんで、ちょっといい機会だから見てさ、はい、勉強してみてください。じゃあ行きますけど、このゲオ先生っていうのは、もう言ったことあるかもしれないけど、バンコクのうちの GTJ のバンコクのカッターの中でもすごい独創的なこう発想持ち主で、すごい技術も高い人なんですけど、この見てるようにもうボコボコ浮かんでくるでしょ、立方体が角度 で特にこの石ムーンストーンだから、シラーも一緒にこう重なって青いこう光がシダーって言うんだけど、そこに乗っかると余計にこの箱状のものが見えてくるでしょ、うん、ね、それを、あちこちにこう見られるのがすごく特徴で、でこれはラウンド型ね、丸い、ものでやったからラウンドキューブスターっていう感じだけど、ムーンストーンの 1.72 キャラね、すごいでしょこの辺ほら、うん、角度で、うん、でね、ゲオちゃんっていう、まあ、とにかく腕は一流というかすごいんで、ただね、もう年がそこそこいい年いっちゃってて、カッターって目が命だから、うん、ね、そんなに長いことやれないんだよね年取っても。あ、だから今のうちに門下生を取ってこの技術を伝承させられるように、こう先生ってね立場になってほしいし、もうすでに俺たちは敬意を払って先生と呼んでるんで、これゲオ先生の傑作カットってなってるんだけど、それくらいこの技術ってすごい高いんで、だからこそこう見てて飽きないというか面白いでしょ、いろんな角度で。スミカも今実際実物をこうやって見てると思うけど、実物なんかも青い立方体がポコッポコッって浮いてくるでしょで真ん中あたりはこう6畳の星状にも見えたりするでしょ、だからスターでにも見える、キューブにも見えるっていうんでキューブスターカットね。面白いでしょ。笑っちゃうくらい面白い。いや、すごいなと思って。真ん中だけじゃないしね、浮かんでくるの。全部こう端の方にも出てきてね。すごい技術。だからこれからもっとこのカットを進化させていってるところなんで、うん、もっともっと面白いもの出てくると思うけど、それにしてもこのカットはちょっとね、特許を取ってもいいぐらい本当に特殊カットなんで、うん、で今までこのカットについてこんなにこうじっくりドアップでゆっくりお見せしてることもなかったから、うん、改めてやってみようと思って、それの第2弾みたいなもんなんだけど、ここ最近こういうの始めて、
うん、このムーンストーンだと、うん、そこまでこう光が透けて見えるから、うんうんうん、もっとこう余計ああそうそうボコって見えて浮かび方が結構強めってことね。そう、確かに実はこの後オパールも控えてるんだけどまたちょっと違うんだよね。セミカが言うように本当透明度があるからでこれねこのムーンストーンはどっちかというとまだ透明度が低い方もっとクリアな高いこう品質のものもあるんだけどあえてこのちょっとシルキーでしょ、うん、それもまたね白い感じと青い光が合わせてこう、うん、幻想的、うん、まさにそうだよよくこうやって幻想的っていう言葉使ってもらうけどこの石には、うん、本当にそんな感じ幻想プラスなんか不思議なボコボコ感が出てくる石ね、うん、でここからは今度はエチオピアオパールね。でこれも全部キューブスターなんですよ、うん、オーバルトリリアンとペアシェイプこの3個ね。でこれもそのラウンドのキューブから派生したシリーズなのね。そう最初はそのラウンドキューブ的なものをスタートしてたんだけどペアシェイプにもやって今度トリリアントにもやっててこれさトリリアントの時に行こうかそれまずはこのペアシェイプからかな、うん、今度はさっきのムーンストーンと違って同じこう光る面あるでしょ今ここにひし形が光ってるでしょ、うん全部同じひし形じゃないんだよねこの面は細いひし形ここはこれくらいのひし形とかってサイズが違って、うん、でなおかつこの辺の動画で見てこここの下の方には立方体もこう長い立方体が出てくるでしょ、うん、ビルのようにだからもうこれね本当に全部違うのさっきのムーンストーンと違ってさっきのモンスターはできる基本的に同じものが浮かんでくるような感じだけどこうやって一面一面変えながらやってるんですよ。でこれ裏面はツルツルなんだけど表のカットが見えながら箱状に見えたりでまあ基本的にはねもうこれ夕食キラキラしてるでしょ、うん、この夕食も綺麗なタイプのオパールなんで夕食見てるのか箱を見てるのか星を見てるのかみたいなそんなことやってるうちに、ね、何や見てるか分かんなくなるんだよ自分でやっぱ、ね、光の、うん、オパールってもともと色があるから、うん、普通に光当ててるだけでも、うん、色がこうファーって出るのに、うんうんキューブで逆に反射して余計色がこう鮮やかに見える。オパールって基本こうやってカボションってツルツルに仕上げてるものばっかりだけど、うん、GTJ はこうカットを今入れてきたのね表面に、うん、でそれがもう不規則なものもあればこうやってゲオちゃんによってこんな風に計算されたようなカットが入ってきてるからオパールのきらめきとそのね、スミカが言うカットからの光、うん、わけわかんなくなるよねこれね、うん、だから基本はこんな風にカットされてるオパールも珍しいんで、うん、それだけでも面白いんだけどこんな感じで箱が完全に浮かんでるっていうね。でこれもね本当はこの真ん中が星状になるんだよ6畳のだけどねカメラでこうやってるとねなかなか合わせにくいだけど肉眼だと結構わかると思うねこの中央に光が当たるとあ星だって思ったところは思った瞬間箱しか見えなくなる次はだから結局ねはっきりとどっちを見てるかわかんないことが多いんだけどで次はね
これがトリリアンとね、三角形の。でこれもまたカットがそれぞれ違うから面白いでしょ。これも石自体もね、結構なんかコロンとしてて、本当だ、下もこう、そうそうそう、あとで裏面も出てくる。裏面の夕食もすっごい綺麗でしょこれ。うん、このさ、うん、トリリアント、うん、だとこの丸みがかってるトリリアントだから下の方に、うん、この大地みたいにおこう光が平べったく見えて、はいはい、真ん中の方は、うん、色が、うん、わわわわわって出てきて、うん、それがまたカットで反射してるから、はいはいはい、宇宙見てるみたいな、そうね、感じ。いやいや本当、宇宙ってよくね例えるけど、うん、まさにそうだよね。宇宙もあり地球もあるよね、うん、この丸みがまたそう思わせるのかな。なんか本当に大地がこうあるあって、こう幻想的な雲みたいな。うん、いやなかなか住処もあれだね、梅干しさん的な発想するねそういうね、このあの例えが、うんうん、例えがね豊かになるでしょこういうの見てると。そうだけど俺なんか全然語彙力がないからそれを伝えられないでいるんだけど、うん、そうやって宝石って見ていくとすごく見え方が面白くなってくると思うから。でさらにこれ何度も言うけど、こんなカットとかね、きらめきとか、うん、艶とか光り方までがこう楽しめるから。裏面なんかもうあのオーロラ折り紙みたいな色してる、すごい、なるほど、そのくらいキラキラしてる。すみかも折り紙いっぱいしてきたからな。なるほどね。いやまあだけどこれも本当傑作、こんなのもめったにないものだから、もうこのなんていうの、これもね丸みが強いから、うん、真ん中のスターをなかなか捉えにくいの。大変、うん、だから肉眼だとねどっかにピシッとくるんだよ。カメラだとなかなか合わせにくいんだけど、まあただその辺もスライドショー、後のスライドショーであるんだけど、うん、まあ見てもらいながらって感じで。で最後今度はねオーバル、これも夕食が強いから、どこが真ん中で星がっていうのも、うん、見えにくい部分もあるけど、見えた時はまたこれまた錯覚が激しいんだけど、すごいね。これさ、うん、縁が、うん、こうちょっとシルキーに見えて、うん、上から見た時の真ん中だけが鮮明に色が映って見えるから、こう額縁に入ってるみたいな感じに見える。あ、なるほどね。あ、本当だ、そう言われるとね、うん、確かに額縁に入ったキューブスターだねこれ。これはちょっとひし形が大きめ。そうなんだよ、よく分かったね、今から言おうと思ったんだけどこれ見てると分かると思うけど、一個一個の立方体が大きいの、ちょっと今までのタイプという、うん、だからドンドンドンって出てくる箱がよく分かったね、そこが。だからそれがこのオーバル型のこのつけたカットのポイントでもあったんだけど、こうやってほらこんなに見て、うんうん、だそれくらいねこう裏から今見たり表から見たりして、こう周りに縁がかかるように見えるぐらいってこと、透明度が高いんだよね。うん、ボコボコ、ボコボコだね。ね、パッと見さ透明度がそんなに高いように見えないでしょ、うん、夕食が強すぎて、うん、だけど実はすごい透けてるんだよねこれ。ちょっとほら文字の上に置いた時に文字見えるでしょ。うん、本当だ。だからこそそういう、ね、だからこそちょっと今マイク切れちゃったけど、だからこそこの縁がこうやって見えたりするんだよね、うん、透明度があるから。こ
これ全部曇ってた石じゃこういう風にならないから、うん、透明感を感じないぐらい強い夕食ってことだね。このムーンストーンの時は、うん、全体がこうシルキーだったから、うん、均一にねがなかったけど、うん、透明だとそういうのが、そういうことなんですよ。でなおかつスネコが言ったようにでかいキューブね、ボコボコきますよこれは。でオパールで2キャラだからこれ全体的にも大きいでしょ、うん、大きめね。ね、なんだっけ、あ、11ミリあんのか。だからもうすごいボリューミーで、なおかつ出てくる箱も大きい、夕食はものすごい細かいっていう感じだね。はい、まあだからこんな感じで、うん、こうやって大きい星にも見えるでしょ。けど星だと思ってると箱にしか見えなくなったりしてねこれね、撮影が終わった日は目閉じると箱しか出てこない、目の中にもうそこばっかり捉えるようにこう撮影してたから、こんな角にも出てくるんだけど、まあ動画でこうやって見てくよりも目が追いつくでしょこの方が、うん、はい。まあこんな感じで今ムーンストーンに入ったけど、これでオーパールそれぞれ3個、1個ずつね、こういう感じの、スライドショーが続きます。ですのでまあこれ以降はちょっとゆっくりですね、画像を見てもらいながら、お別れしようかなと思います。はい、ぜひまああと5分からその辺ぐらいまで続くと思うので、ゆっくりご覧いただけたらと思います。もうこれペアシェイプのね、さっきの真ん中か、うん、が撮れた感じだけど、なかなか撮れないんでそれ以降が撮ろうと思っても、うん、これは裏、こうやってね裏からも箱が見えますけど、オパールだとさ、うん、赤色と緑と、うん、青と合わさって黄色となんかこう原色が出てくるから、うん、なんか地球とかそういうのを広い規模で表してる感じがする。本当になんか壮大な壮大なあれだよね、世界をギュンみたいな。いやいや、だからそれがオパールの魅力だよね、うんうんうん、すごい好きだしオパールがやっぱり。だけど普通に夕食だけ楽しんでるっていうんじゃなくて、この面白さも兼ね備えて、来たので、これを特集にしてみたって感じかな。まあそこにスミカがいたのでちょっと引きずり込んで参加させてますけど、まあただこれからスミカも少しずつあの GTJ に参加してもらう予定なんで、こっから徐々にね、慣れてもらって、はい、千春と一緒にでもやってもらえればと思ってます。皆さんよろしくお願いします、スミカのことも。よろしくお願いします。はい、ですのでそのうちあの僕とイルモの親父二人のライブなんか誰も見てくれなくなるかもしれませんけど、まあそれはそれでもうよしとして、そういうことでやっていきたいんだけど、まあどっかで必ずデビューだからそれがたまたま今日になっただけで、うん、まあいいんじゃないですか。それがこんな傑作、大作ですからこれも、うん、うん、こういう傑作品でデビュー切れた、多分一生忘れないと思うよ、スミカもこれ、うん、うん、明日にはケロッと忘れてんのかな。はい、まあ、本当は千春とちょっとこれをやってみようかなと思ったんだけど、今千春とタイミングが合わなくて、いやスミカがちっちゃい時からこう図鑑とかで見てた宝石っていうのはもう表面がカクカクっていうか、平面平面っていうものだと思ってたから、うん、こんな立体なことなんてないでしょ。だからちょっとすごいびっくりして、うん、表面はもう平面、裏だけカクカクみたいなのを、うん、がちょっと主流だったから、まあ、いわゆる普通に
ね、普通なかったって感じでね、そうを見てたから、ちょっとこういうのがすごい新鮮。これは特殊すぎるけどねちょっとだけど本当にこうやってこう下尾先生が生み出したカットをどんどんこう広めていきたいなっていう最初なんで、うん、うん、だからこれからもちょっとすみかにこうやって見てもらおうかなと思うから、はい、その時はまたお願いしますね。お願いします。はい、はい、じゃあこの辺で終了と、ね、なんだかんだ最後までなりましたけど、はい、じゃあまたどっかで、お会いしましょう。ライブか動画でお会いしましょう。お疲れモンクオツでしたさよならさよなら、ありがとうございました。ありがとうございました。